ニオブララサウルスナイオブレロサウルスは、絶滅した属の一つで、ノドサウルス類に分類される、極竜類。8700から8200万年前の、白亜紀後期に生息した。カンザス州西部、ニオブララ類層のスモーキーヒルジョーク層から、発見されており、そこは、白亜紀後期当時、西部内陸海路中央付近だったと思われる。鬼、梱包は持たず、 ノドサウルスに近縁である。模式種ニオブララサウルスコレイナイオブレロサウルスコライは1930年に地質学者バージルコール、バージルコールにより発見された。原記載は1936年のメルによって行われ、その時はヒエロサウルスコレイと命名されたがヒエロサウルスの 模式種 H スターンバーギーの固有形質が丸みを帯びた方骨のみで独自性に欠けるとされ、ヒエロサウルス属が疑問名になったため、本種は1995年にカーアッペンターによって新属として再記載された。最初の発見から70年後に掘り残されていた断片的な頭骨が採集され、パウパウサウルスに似た狭い頭を持っていたことが分かった。 模式標本は2002年にカンザス州ヘイズのスタンバーグ博物館に移送された。ありがとうございます。